ヨハネス・ビルデルスは、オランダの画家である、風景画を描いた。ハーグ派を形成する画家たち、ヘンドリック・ウィレム・メスダフ、ヨゼフ・イスライルス、ウィレム・ルーロフスや、マリー・ファンボス・セーラと交流した、ユトレヒトのパンヤの息子に生まれた、画家を目指して、ユトレヒトの画家、ヨニキスに学んだ。1830年に、ベルギー独立革命が起こると、オランダ王国軍に志願し、 何年か陸軍で働いた後、画家の修行に戻った。1834年に、ドイツ人の娘と結婚し、この結婚から後に画家になる、ヘラルト・ビルデルスと、画家ヤンデハースと結婚することになるカロラインが生まれた。1839年に、ドイツに旅した後、1841年に田舎町、オーステルベイクに住むようになった。オーステルベイクは後に、北のバルビゾンや、 オランダのバルビゾンと称されることもあり、オランダの多くの画家がここで風景画を描き、それらの画家は後のハーグ派を形成することになった。1846年から1852年の間はユトレヒトで働き、その後アムステルダムで1年を過ごし、ヨゼフ・イスラエルスとも知り合った。1855年から1858年の間はオーステルベイクで過ごし、 この頃、ヘンドリック・ウィレム・メスラフと写生旅行を行った。1865年に、息子のヘラルトを結核で失い、娘も亡くなった。1880年に、有力な政治家の娘で画家のマリー・ファンボスセと再婚した。オーステルベークで亡くなった。ありがとうございます。